見える化チャンネル政治よ見えるか。どうも見えるかのつむぎです。今回は横浜市長選挙に立候補されている松沢茂文候補の主張を100秒でお伝えさせていただきます。松沢茂文候補は横浜市に生まれ、神奈川県知事や参議院議員などを経て今回の横浜市長選挙に立候補しました。横浜市長選挙でのスローガンは医療政策の実務経験でコロナから横浜を守るです。医療政策の実績からワクチン接種最速化プランとコロナ対策推進条例で感染収束を目指します。さらに保健所、衛生研究所の体制も強化していきます。横浜市長選挙では横浜発策を掲げ、新型コロナウイルスの対策強化、カジノ禁止条例で IR を絶対阻止、全中学校の給食実現、英語ビジネスパークや横浜開港英語テーマパークの実現で英語を第二公用語に、在宅医療の充実で健康・福祉横浜モデルの実現、常設型住民投票条例、市長多選禁止条例で役所の自立を実現、空気がきれいで健康な横浜を実現するために各区に横浜卒園塾を設置し禁煙指導の実施、最後に県と国からの権限・税源異常で二重行政の無駄の解消を掲げています。以上が松沢候補の主張となります。8月22日は横浜市長選、皆さん選挙に行きましょう。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。バイバイ。